すみません、駅員さん。はい、どうされました？さっき電車のコンセントでスマホを充電している人がいたんですけど、あれ、いいんですか？それは、いけませんね。やっぱそうですよね。はい、在来線にあるコンセントは車内清掃など業務用のために使用されますので、お客様の利用はお断りさせていただいてます。じゃああの人は盗電をしたということでいいですよね。まあそうですね。今度見かけたら注意しときますね。憲法235条の窃盗罪で書類送検されて10年以下の懲役、50万円以下の罰金の刑罰を食らわせるべきだと思います。岡野弁護士ですか？やーべー、宿題電車で終わらせねえと。あー、プリントが。すいません、金さん。どうされましたか？電車の窓が開いてるせいで僕の宿題のプリントが飛んでっちゃったんですよ。窓から落とされた場合ですと見つけるのは難しいですね。なんとか見つけてくださいよ。先生に怒られちゃうんですよ。わかりました。一つの望みにかけてみましょう。お願いします。お客様、奇跡が起こりましたよ。え、あったんですか？窓から飛んでいったプリントは奇跡的に反対車線の列車の窓から車内に入り、今岐阜駅にあるそうですよ。マジですか？こんな奇跡が起こるんですか？今プリントがファックスで届きましたよ。ありがとうございます。お前全然終わってねえじゃねえかよ。すいません、金さん。はい、あのボールペンをなくしちゃって探してもらえますか？ボールペンっすか？今んところないっすね。ちっちゃいもんはあんま見つかんないっすよ。そうですか、わかりました。お客様、どこで落としたかわかります？もしかしたらさっきの満員電車で。何分に着きました？10分ぐらい前ですかね。どの辺に乗ってましたか？階段のすぐ近くでした。ちょっと待っててください。お客様、これですか？あ、そうです。よかったです。ちっちゃなものでもその人にとっては大きな価値のあるものですからね。どうぞ。キュンです。へえへえへえ、クソ野郎、これをお見舞いしてやる。正義の鉄拳。危ない。え、危ないだろお前ら。なんすか？線から出てないっすよ。そこじゃねえよ、今棒振り回してたろ。あー、はい。電車の上に電線通ってるの分かるか？あー、はい。架線というあの線は2万ボルトの電気が流れてんだよ。家のコンセントの200倍だぞ。え、もしその棒で触れてみろ、即死だぞ。でもあんなとこまで届かないっすよ。直接触れなくてもあんだけの高圧電流は近づいただけで流れるぞ。え、正義の鉄拳をお見舞いする前にお前のお見舞いになっちまうぞ。気をつけます。え、北千住到着です。階段だるいからさ、エレベーターで行こうぜ。オッケー。おっせえな。もう階段で行く？だりーじゃん。ん？ああ、来た来た。ちょっとお兄ちゃんたち。なんすか？後ろにいる方、足怪我してるみたいですよ。え？でも僕らの方が先でしたよ。そうかもしれませんが、エレベーターでしか移動ができない方もいるんですよ。お兄ちゃんたちは階段という選択もありますよね。まあ、はい。階段で行きたくても行けないという方のためにエレベーターは設置してあるんですよ。はい。階段の壁に石原さとみのポスターあるよ。行ってきます。あ、大丈夫ですか？拾いますよ。悪いね、最近手が震えちゃって。僕もよく落とすんですよ。お兄ちゃん、急いでないかい？あ、大丈夫ですよ。これで全部です。ご丁寧にありがとう。お兄さん、急いでください。え？光号乗るんですよね？はい。でももう発車時刻が。さっきおばあちゃん助けてましたよね。今度は僕がお兄さんを助けますよ。キーさん、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。いい男たち。あれ、お姉ちゃん遅刻？はい、寝坊しちゃって。だいぶ遅刻したな。お昼食ったか？いや、食べてないです。もう給食も終わっちゃったんで。そばでも食うか？俺もすぐ休憩だから。え、いいんですか？もちろん、学生は食わなきゃやってらんねえだろ。おすすめは鴨せいろそばだ。うめえぞ。じゃあそれで好きなだけ食えよ。あ、先生遅刻しました。おい、吉川、遅刻か？すいません。まあいいわ、給食食ってねえだろ。食っていいぞ。え、マジか。すいません、駅員さん。はい、どうされました？乗車率 100% ってもう乗れないじゃないですか。電車の混雑率ですか？そうですよ、ゴールデンウィークに実家に帰ろうと思ったのに。お客様、帰れますよ。え？混雑率 100% というのは定員乗車ということです。座席についたり、すり革に捕まったりできる状態のことです。そうだったんですか。てっきりパンパンで電車に乗れないのかと思いましたよ。それぐらいの状態は混雑率 200% ほどですかね。 200%?
どうなっちゃうんですか？身動きはほぼ取れませんね。恐ろしい。じゃあ 300% だったらどうなるんですか？潰れますね。大垣行き5番線から発車いたします。お急ぎください。うっ、痛えな。なんだお前、ぶつかったのはそっちだろ。はぁ、てめえ。ちょっとお客様。すやろ。うるさねえぞ。は、暴力はやめてください。周りのお客様や電車の妨げになります。こいつがうるせえんだよ。なんだどこら。お客様、駅にはいろいろな方がいます。お客様の罵声や暴力を見て精神的苦痛を覚える方もいるんです。大人ならもっと冷静になってください。すいません、カッとなってました。僕もです。お二人とも仕事に家庭に大変だと思いますが、かっこいいお父さんでいてください。あ、独身です。独身です。ああ、僕もです。すいません、金さん、はい、どうされましたか？遅延証もらってもいいですか？かしこまりました。何分遅れてました？10分なんですけど、ちょっとおまけしてもらってもいいですか？じゃあ30分で。あざーす。三船、おまけってどういうことだ？え、先生、なんでここに？今日はパトロールに来たんだ。電車通の人がみんな頑張っとると思って来たら、なんだこれは、余っとりでんじゃねえぞ。すいません。何を時間をおまけしてもらっとんだ。ちょっとでも授業サボれると思ってんのか？いや、そんな。お前にはもう成績やらねえからな。ごめんよ。ご乗車ありがとうございます。お客様大丈夫ですか？いや、レジ袋けちったらこのざまだよ。あー、今有料ですもんね。あ、駅にレジ袋ねえか？駅にレジ袋のご用意はないですね。でも何かしらあんだろ、ゴミ袋とか落とし物とか。駅ではそのようなサービスはやってませんよ。ケチだな。あ、吐き気がする。ちょっとお客様大丈夫ですか？これ使ってください。ありがとうね。トン、ケチ野郎。ただいま感染症対策のため車内の窓を開けております。車内換気にご協力ください。なあお前、分かってんのか？そのミスは本当にやめるぞ。すいません。やったことないんだったらなんでこっちに確認が来ないんだ。すいません。お客様にも迷惑かかるし、こっちにも迷惑かかるし、いいこと何もねえんだよ。すいません。やべえ、車内の窓が開いてるせいで先輩の声何も聞こえない。ていうか電子マネーの決済は俺が前に教えたろ。すいません。めっちゃ怒られてんだろうな。適当に返事しとこ。特殊な取り扱いする決済方法言ってみろ。へいへい。そうだよ、ペイペイ、分かってんじゃねえかよ。なんか機嫌良くなった。夜の決済を終点です。お前がちゃんと分かっててくれて安心したよ。じゃあな。あ、はい。何のこと？やっべえ、もうすぐ終電出ちゃうよ。こちら工事中です。反対側待ってください。マジで？大回りじゃん、遅れちまうよ。まもなく最終列車発車いたします。ご乗車のお客様いませんか？では発車いたします。ドアが閉まります。ちょっと待って。え、何ですか先輩？今の時間帯東口工事してるの知ってるか？知らないです。東口から入ろうとした人は西口へ回される。てことはプラス30秒かかるな。乗ります。ほらな。すごい。駅のことだけ知っているのが駅員じゃないぞ。駅周辺のことも理解しておくのが駅員のプロフェッショナルだ。かっけーっす。